この決闘2ラウンドで終わらせると落ちた殺しの喧嘩の朝倉未来。歓声が大きいなっていうのは思ってましたけど、真夏の決闘へ、ヤジユウスケが因縁の相手が待つリングへ向かいます。絶対勝つと思ってたし、十分な準備も自分の中でしてきたつもりだったし、ただでは終わらない危険な決闘が間もなく始まります。ヤジユウスケが朝倉未来の待つリングに足を踏み入れました。頭部顔面への肘による攻撃が認められた。やろうと思ったけどまだ切れてんなみたいな、ね、やっぱ怒ってるのは感じましたね。